作戦遂行地域はボリビア。鬱蒼としたジャングル、雪山、塩原がある。死にたくないなら不意打ちには注意して。標的は麻薬カルテル、サンタブランカ。奴らは恫喝と暴力で人々を支配している。その組織を内部から壊滅させてほしい。その機能の全てを、つまり製造、密輸、支配力、セキュリティを徹底的に叩き潰して。手段は問わないわ。標的の選び方も、そいつらを始末する方法もあなたに任せる。頭脳を働かせ、敵の動きと策略を見抜き排除して。この作戦の着手に際して、カルテルに雇われたユニダットという部隊との戦闘は避けられない。そいつらは地元の反抗勢力カタリス26と敵対している。覚えておいて、資金と装備を求めている彼らは強い味方になるはずよ。明晰な頭脳と戦略が必要になる。誰かが助けてくれるなんて思わないでね。利用できるものは何でも利用して。武器や乗り物も支給されない。現地で好きなものを調達して。攻略本なんかどこにもないわ。あなたたちは一人一人が優秀な戦士よ。けど力を合わせることで軍隊にだって勝てる。あと忘れないで、ゴーストは存在しない。サンタブランカを壊滅させた英雄の正体が公にされることはないわ。痕跡は残さないで。皆さんこんにちは、お疲れ様です。ケルと申します。よろしくお願いします。本日は、ライブではなくて撮影ですね。ゴーストリコンワイルドランズやっていこうと思います。前回ライブを終えた場所からのスタート、はい、なります。起きたばっかりで若干回転が良くないですけどね、やっていこうと思います。はい、じゃあ今日はどうしますか。それとね、一つこれでブロードキャスト僕と同じようにやりたいとかね、実況撮影でやりたいっていう方、ちょくちょく使われてる曲がね、やっぱりちょっと、まあ若干ダメではないんですけど、若干レアでバターたっぷりのロブスター、フィッシュタコス、ポーターハウスステーキをレアで、ベイクドポテトとサワークリームも、MRE は二度と食べない。エナジージェル、あと米も、冷えたビール、スコッチ、フレンチプレスのコーヒー、いいかな。はい、今のラジオみたく、ちょっとね調べてみたんだけど、ラジオの常時オフ、ラジオが引っかかってるんですかね。曲、ゲーム中の曲がねちょっと引っかかってるみたいで、収益化とかを考えてる方、そこで収益化がおそらくできないと思います。で、僕の場合1回目キャラメイク、キャラクリエ、クリエイトですね、2回目3回目は全部それで引っかかっちゃってますから、その辺も考えた方がいいのかもしれません。ただアップする上では問題ありませんよっていう YouTube 側からのメッセージが来ます。はい、これ良さそうな感じがする武器、近くから攻めていきたい感じはしますけどね。前回ダメだった、これ行きましょうか。ちょっと状況変わってますかね。一応僕もスキル新たにシンクプラス1人ゲットしたんで、で、あとはもうね、ちょっとやられそうでもギリギリでも敵を車炎上してる人多いね、このゲームね。あ、やばい、輸送車だ、スルーしましょう。
またあのヘリの近くに。おお、かっこいいな。あれ、もしかしてさ、ちょっと思うんですけど、いて、あ、引かれなかった。あ、引かれないんだこのゲーム。これで突っ込んでったらどうなりますかね。え、ここ誰もいないよ。この物資で反乱軍との友好関係が深まるはずだ。お、誰もいないのに物資もらっちゃっていいの。捕まってろ、俺が運転する。なんだよ、俺には運転させないってのか。なんだよ。あ、やべ、ユニだと来た。若干めんどくさいから若干遠く行きます。巡回車ですね、あれね。引き返してった。あ、別な道行きましたね。これちょっと試したいね。ちょっとやってみましょうか。まあスキルはゲットできたんで、そこまでヘリをどうしてもやりたいってわけではないんですけど、戦法はいろいろっていう感じでオープニングに書いてあったんで、これで突っ込んでみましょうか。ダメかな。射撃命令でガーってぐるぐる回ってそういうやり方もありはありですよね。といってもヘリ爆破しちゃったら最悪だよね。ヘリコプター盗んで操縦しな、おお、こっからか。やべ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 。ヘリコプター盗むってことはもうこのことはお別れか。あれ、こんなとこでしたっけ。じゃあ若干ちょっと警戒しながら行きます。近くに敵がいる。うん、ドローン展開、体調を確認。また敵だ。3人。配置につか、位置を変えた方がいい。待て、狙いやすい位置につかせ。ターゲット確認。ターゲットを確認。待機する。合図をくれ。隊長入ってるんでしょ。じゃあこれで一気にやっちゃおうぜ。撃つぞ、あいつは終わりだ。お、幸先。気づいた。警戒態勢取られるかな。この辺りに情報があるかもしれない。気をつけろ、敵がうろついてるぞ。おい、カルテルの兵隊が2人いる。サッカー場の横だ。わかった。じゃあもう一丁。あいつで3人だ。いや、まだまだいるんだって。あいつで5人だ。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。誰さえ手はないよ。あとは一人ぐらい離れてるやついなかったっけ、どっかに。了解、ターゲットを捕捉。こいついけそうじゃない。合図をもらうまで待機する。ターゲットを確認した。離れてるね。もうちょっと離れてくれかな。あ、うん、平行で歩いてますね、あいつらね。こっち側に向かってきてる。じゃあ行こっか。仕留めた。
で、まだどんぐらいいるか分かんないですけど、一応4人、見張りとなし。よしよし、面白いぞ。ただまだどっかに潜んでそうな感じはしますよね。ここら辺にさ、いないの？見張り見当たらない。じゃあターゲットは捕らえた。いつでも攻撃できる。こいつ俺がやるか。戦闘準備完了。で、あとはいなければ。よし。バレずにいけるかな。ここ難儀だね。これもう見つかるんじゃない、これこの位置。あ、いたいた。あバレる？バレる？あれ？あ、大丈夫か。マーキングついてないかと思った。2番、危ない。2番危ない。はい、で射程入りました。これで行ってみましょうか。3、2、1、ファイヤー。よし、行った。よくやった。片付けて先に進もう。よし、これで赤いモヤが消えたんで大丈夫だね。調査、一つしか選べません。電源の落ちた反乱軍の無線機の位置が分かった。起動してやるべきだな。ちょっと資材探させてくださいね。そういえば仲間の弾薬ってさ、気にしなくてもいいのかな。僕が補充すれば仲間も一気に満タンになるとか、そういう、全然そんなことは気にしなくていいのかな。あれ、物資なくない？やっぱヘリが一番でかいからそれだけにしなさいってことですかね。サッカーボール多いな。おお、かっこいいな。これ欲しいな、やっぱり。でも今回はヘリを持ってどっかに行かなきゃいけ、銃弾か。弾薬はいいやだよね。もうなさそうだね、やっぱりね。もらえるもん。しょうがない、じゃあ行くか。まだ全然運転慣れてないんですけど。任せろ、俺が操縦。行くよ。 GTA のヘリよりも若干操作しづらいですかね。でもやり方はほとんど一緒。でもこっちの方がね、後ろのあたりがボワーっと、なんかわかります？やっぱもわーっとかげろうみたくなっちゃったでしょ、高温だから。あそこに着地させればいいんですね。ちょっとスティックの操作をゆるくしてみましょうか。極端にやるとグラグラしちゃうんで。かっこいいよね。
ってうまく着地でき、おい、着地できるかな。どこら辺？もうちょっと先。あの敷地か。あ、難しい。いや、もちろんこれ着地失敗すると爆発するんでしょ、きっと。こんな感じでいいかな。うん、なんか芝生若干なんか止まってません？プツプツなんか見える車。じゃあ降下してみますか、ゆっくり。怖い怖い。ゆっくり行こう。よっ、いいね。はい、安心安全。よくやった。いけた。反乱軍が回収できるようにヘリの場所を教えておく。あ、プツプツあるのは君たちだったんだね、牛さん。でちょっと思ったのはね、このゲームね、珍しく子供もいるんですね。こういうゲームってあんまり子供見ないんだけどね。反乱軍、あ、ちょうどよく何かありますね。メダル、カルテルのメダルだ。もらっておこう。もらっておこう。持ち主のシカリオが悲しむ。これが表彰メダルか。まるで。どうしよっかな。エイム、今2でドローン、バッテリー。あ、バッテリー強化してないんだ。あれもこれもやりたいよね。スタミナ、まあスタミナはまだいいや。蘇生で反乱軍支援はまだってことは、ね、武器かドローン、バッテリーでいこっか。はい、あ、2つ目やっちゃった。あ、違うよね。で、あと1つ何かできるんだけど、ドローンの信号到達範囲が拡大、これも重要だよね。有効範囲、これゼロ、もうダメ。シリアルのおまけか。空軍のメダルだな。結構物資に関してはね、その建物の近くまで行かないと反応しないんで、こういう風に、まあ、ちょっと寄り道的な感じに、ね、なりますけど、ちょっとうろついてみると、あ、この場所にはもうないんだなっていうのは分かりますね。おっと、資料、何、イタクワ、イタクワイタクラみたいなね、イタクラの国境沿いにいる反乱軍の位置を撮影した衛星画像。はい、近くにミッションがありますね。反乱ってやつ、何、あ、消えちゃった。ちょっと躊躇してると消えちゃうんですかね。他になんかいただけるものあったら欲しいです。 CIA を信用してるか。 CIA と信用を同じ文章で使うなよ。連中は自分を守るためなら平気で裏切る。昔からそうだ。嫌な世の中だな。いや、現実なんてこんなもんだ。はい、あ、そしてですね、ちょっとシューティング結構最近やってて慣れちゃったせいか、どこまでのゲームでグロ範囲つけたら、グロ指定つけたらいいのか、ちょっと自分でもね、分かんなくなってきてるんですけど、一応まあ暴力的なものもあるし、血が出たりとかあるので、こちらのゲームもイントロ始まるときにね、撮影はグロ指定つけようかなと思っております。ちょっとね、あの、慣れてきちゃうとね、もう見慣れちゃうとあまりもう自分ではそうでもなく思えてきちゃうっていうのは不思議だよね。あ、重機積んだ車が欲しいんすけどね。どっちがいい？こっちの方がまだ走破性高いよね。
行こっか。行こう。中はラジオはすぐ消そう。なんか今この付近がすげえ真っ赤だったんだけど、これか。ヘリコプターを盗む。いやヘリコプター盗んでばっかりじゃねえかよ。これか。イタクは輸送車を止める。イタクワの反乱軍は苦戦を強いられ、パックカタリは支援を求めている。今協力しておけば将来的な支援に期待できる。パックカタリの反乱軍が危険な状態になってる。手を貸して形勢を逆転させれば今後彼らからの支援に期待できるわ。わかった。だけどまた目の前にあいついるぞ、赤い車。今度はスポーツカーっていうかスーパーカーかな。どっちだ。スーパーカーだったら潰しやすい。スーパーカーだね。戦闘準備完了。まだ走れんの。白煙出して。あ、いるわ。ちょっと待って、その区域敵陣でしょ。ボコボコされるでしょ。それはどうかな。歩き？あのね、護衛車が前後についてるんで、なんで止まってんだろう。いつも走ってるんだけどね、あれね。ちょっとやり過ごしてみよっか。なんかあったのかな。これ護衛車だよね。見つかった。合図をくれ。準備はいいか。撃て。攻撃を開始する。来たね、自ら。あ、一般車。前方にいるあいつやっちゃいましょう。やべ、崖落ちる。そうだ。どうなった。奴らの幹部が逃げる。あ、やべ。どこだ、どっから狙ってる。物資をマーク。機材の状態は良好だ。トラックの位置は混乱です。あぶれ。すげえ危ない。かしてやると100要求してくる。ユリとポリトが見つかるならやる価値はある。やめといてはいっか。爆発しそうだね。誰か来ますか。来てる。マヌケどもにお見舞いしてやる。おっと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 、武器が違う。ターゲットを排除。クリア。クリアか。あー、ちょっとこれ奪いたかったな。すでにもう白煙入ってますね。いや、その車はその車はあんまり、まあ、いっか。じゃあ、はい、拝借します。車から出ろ。早くしろ。無駄な抵抗はするな。リスナーは最近世話したアメリカ人に聞きたいんじゃないか。ああ、リッキーね。リッキーか。前からの知り合いだったと。反乱軍の放送を開始させて危機を守る。私たち仲も良かったわよ、ね。それは何だ。まあ仕事は仕事だけどね。一緒にビールを飲むような仲だとしても次の日にはちょっと一旦止めようか。ケティン油の干渉をしなきゃいけない。なんだ、いきなり。あ、今の続きなのね。わかりました。じゃあ向かいますか。それが人生だ。あとは
これなんか施設を守るとかそういったさ類のさミッションと俺だいぶ苦手なんだよね。襲ってくるんでしょきっと。まだ自分たちが突っ込むやつの方が好きだな。燃えてる燃えてる。あ、やっぱでも車が違うと全然スピード感が変わりますね。おい、もうこの何日間かやっててだいたい車の面が分かってきましたね。あ、やべ、ラジオ止めるの忘れてた。ちょっと珍しい車も結構あるんで、できたらサムネイルにしようかと思っております。おっと、村が炎上している。大丈夫か、襲われたんか。いやー、いいね、景色を楽しみながら行けるし、大自然を。このラスタカラーの車個人的には好きです。うっと、とっとっとっと、ちょっと恥寄せよっか。ここは何？あ、途中まだ違うんだ。素晴らしい。 NPC がさ、ものすごくこの平和主義なんだよ。こうやって邪魔すると、いいですか、 GTA ならクラクション鳴らしまくって暴言吐きまくって突っ込んでくるはずなんですけど、この人らね、ものすごい渋滞作るんですよ避けないで。すごいよね。あ、でもやっぱりあれなんだね、 GTA と一緒で避けると寄ってくるんだね。ほら避けると寄ってくるんだ、こうやって面白いね、止まってないんだね。かわいそうだから、ごめんね。行こう。で、この危険地帯はスルーしていきます。ちょっと攻撃されるかもしれませんけど、真っ赤だね。まあ、後で潰してやろう。いい。で、まださっきこの赤い、赤い車来たけどほっときましょっか。スーパーカーだね。準備完了、合図をくれ。いや大丈夫、スルーしよう。あの、み、あ、やべやべやべ、撃たれた。おい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 、なんかね、コン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 って言ってね、見つかるとね、大体わかりましたね。くそ、奴らに見つかった。でもあのカウントが遅いか早いかなんですかね、あのなんていうの、難易度って、あのカウントがコンコンコンとか言ってすごい遅ければビギナーとか、すげえ早ければ、もしくはもうない、あのカウントがない状態でエクストラハードでしたっけ、一番難しいのとか、そういう感じになるのかな。まあ難しいのなんか絶対できないから無理ですけどね、俺の場合ね。そろそろ怪しくなってきてないかな。ここ曲がって、はい、鋭角に曲がったところでも怪しくない？そろそろかな、目的地。あ、そうですね。目と鼻の先。
また近寄りすぎてバレるのも嫌だし、適当な場所で降りよう。ここら辺でいいですかね。ん？人影？あるね。危ねえか。はい。じゃあちょうどいいお時間来ましたので、今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルのご紹介です。僕のチャンネルは野外での撮影や乗り物に関する動画、僕のオリジナル曲を取り扱うケルチャンネル、室内での撮影で主に多種多様の商品紹介や DIY 生活のお役立ち情報をお届けするケルケルム、2014年4月から2016年12月までのゲーム実況動画約1000本のケルケルームゲームズゼロ、2017年1月よりスタートしたケルケルームゲームズファースト、そして任天堂メインのケルケルームゲームズ EX で構成されています。これらすべてのチャンネルへのリンクは動画解説欄に記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter へのリンク、個人用、動画専用のもございますので、よろしくお願いします。